今回はダイナミクス機能によって硬いものを吹き飛ばす際に硬いもの同士の連結具合をコントロールする方法というのを解説します。このサンプルシーンには床とボール、さらにこのグループロケーターの中にレンガのアイテムというのがまとめられています。このボールにはレンガの壁と衝突するようなアニメーションというのが付けられています。 では、これからダイナミクスの設定を行っていきます。まず、床は動かずに衝突したレンガを受け止めるようなアイテムですので、この床のアイテムには、スタティックリジットボディ、こちらを設定します。次にこのボール。こちらに対しては、動きながら壁に衝突してレンガを崩すというアイテムなので、キネマティックリジットボディ、 こちらを設定します。最後に、このレンガ、こちらをすべて選択し、複合リジットボディを適用します。レンガをすべて選択するには、グループロケーターの中にまとめられてありますので、グループロケーターをダブルクリックし、コントロールキーを押しながらグループロケーターを選択することで、選択を解除させます。 これでグループロケーターの下にあるレンガのアイテムをすべて選択することができます。レンガのアイテムをすべて選択したら、こちらの複合リジットボディ、これを適用します。通常、ダイナミクスの影響を受けて動くアイテムというのには、アクティブリジットボディ、こちらを適用するんですが、今回のように、 複数のパーツで構成されているアイテムに対して同一の設定を行うといった場合には複合リジットボディを適用することで共通した設定を適用することができるようになります。では、この状態でシーンをシミュレーションしてみましょう。そうすると、このようにボールが壁に衝突し壁が崩れ落ちるようになります。 このデフォルトの状態では壁がバラバラと崩れていますがこの崩れ具合をコントロールするのがこのダイナミクスの設定の一番下にあるグルーというこのオプションになります複合リジットボディの場合にはこの複合グルーの値を調整します先ほどと同様レンガを選択したら ダイナミクスのこのグルーの複合グルー、こちらの値を試しに1.0に設定し、シーンをシミュレーションさせてみます。そうすると、レンガの壁が一塊になって飛んでいくのがわかります。1.0だと、レンガ同士の連結度合いが非常に強くって、バラバラに崩れない状態になっています。ですので、 さらに値を0.1などに調整してみると、この崩れ具合というのがだんだん変わっていくのがわかります。もっと値を小さくしてみると、まだ連結しているものの、 先ほどよりはバラバラに崩れていくのがわかります。複合ディジットボディの場合、すべてのレンガに対して共通の設定というふうになりますが、例えばレンガの一部だけ崩れ度合いが低く、他の部分は崩れやすくするというふうにしたい場合には、今度はアクティブディジットボディを適用します。一旦、 適用しておいた複合ディジットボディを解除します。レンガを選択し、ダイナミクスのメニューから、ダイナミクス解除、こちらのメニューを選択します。これでダイナミクスの設定は解除されました。ではこの状態で、アクティブディジットボディ、こちらを適用します。アクティブディジットボディの場合、各レンガに対してそれぞれダイナミクスが設定可能になりますが、その分、 演算に対する負荷というのも高くなります。まずはこの状態でシミュレーションさせてみると、まあ、デフォルトの状態と同じような崩れ具合になります。ではえ、レンガの上段2つ、そうですね。この2段分、こちらを選択して、ダイナミクスのタブから、今度はグルー A、こちらに 1>, 1という値を設定してみましょう。この状態でシーンを再生してみると、上2段だけが固まって崩れていくのがわかります。ちょっと計算が遅いので、この状態で再生してみると、このように、 上の2段だけは固まっているのがわかります。ではさらに、今度はこちらの端っこにある、こちらに対しては、グルービーというプロパティで、えー、そうですね、0.3ぐらい値を設定してシミュレーションさせてみましょう。そうすると、 また上の2段とは違った連結度合いでレンガが崩れていくのがわかります。このようにグルーの設定、こちらを利用することで衝突時における連結具合というのをコントロールすることが可能になります。